何本かあったのではというところもあります。今回の目玉は何といっても赤富士、富士山、そしてこちらの下にちょっと下ったところの赤富士の子、この富士山、これ選んでおすすめです。ありがとうございます。お父ちゃん、まあ、結構な午後6時から中本屋さん、そして午後7時から村松ひとみさん、そして午後8時から田中みどりさんのミニライブも行われます。よろしくお願いいたします。今回で4回目でしたっけ、はい、そうですね。皆さん本当にお疲れ様でございます。こういう一つ一つの、まあ、小さい、活動かもしれませんけど、こういう住民の活動がですね、長井以上の、まあ、元気に、やっぱり発展していくんだろうというふうに思っております。で今回で4回目ということ でこれからもね、継続して、まあ、こういう地域の活動が、開催できるように、まあ、議会としても、まあ、しっかり応援をしていきたいというふうに思っておりますので、みんなで長井の道を元気にするように引き続き頑張ってほしいなというふうに思います。これからまだキャンドルの点灯とかいろいろあるんですよね。そういう中で、この稲荷神社を中心にですね、いい、長井の道の雰囲気、いいイベントが、本当に継続していくことを願っております。これからも共に頑張っていきましょう。ありがとうございました。はい、長井の道の議長であります上松秀樹さんでした。ぜひ秀樹さん、来年はぜひ高齢者のこのキャンドルナイトのメインスポンサーいかがでしょうか。ありがとうございました。上松秀樹さんでした。コーサーもよろしくお願いします。全国組スーパーボールステーブラジルとポップコーン200円お面、多分ね、お面売り切れマジかです。いかがでしょうか。1枚300円で、お面のワークショップは1回100円で出てます。1回100円で出てます。なんといってもね、この縁日コーナー最高にうまいフランクフルト1本200円。さあ、そしてこのポップコーンからキャラメル味、塩味、2種類あります。フランクフルト、ブルー、意気込みを力強くお願いします。で
の夜です。どうぞよろしくお願いします。私たちは一応長い国を拠点に図書館の呼びかけやいろいろな幼稚園保育園呼ばれていたり、今老人ホームなどにも呼ばれたりして、あの呼びかけ活動させていただいてます。そして私たちは絵本を持ったりする呼びかけだけではなくて、小さな劇が大好きなメンバーなので、まあセリフを覚えるのはとってもとっても大変なんですが、なるべく頑張って覚えて台本を外し、本を外し、その中でお芝居をして皆さんと一緒に楽しめたらと思ってやっております。どうぞよろしくお願いします。はい、そして今日は稲荷神社ですので、稲荷神社の実は出し話から お話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。昔、お稲荷さんのあたりは森がずっと続いていて、家が一軒もありませんでした。近くの人たちはこの森の中を通って畑仕事や隣村へ行きました。そこは昼でも薄暗く、まして夜などは足が震えるくらい恐ろしく、みんなは少しでも早く通り過ぎようと目をつむって駆け抜けました。この森の中にはワリコツカと呼ばれている岩があります。その岩は今から8000年前、富士山が大爆発した時、溶岩が流れて固まってできた岩です。このワリコツカにはいつか狐の親子が住むようになりました。母さん、森の中は暗くて寂しいね。村は明るくて、いつも賑やかだね。僕も村に行ってみたいな。お友達がいっぱい欲しいな。子ギツネたちはいつもこう言って海藻ギツネを困らせていました。ダメだよ、人間に捕まったら殺されてしまうんだよ。ところが海藻ギツネの心配をよそに、子ギツネたちは村にこっそり出かけていきました。村では子供たちが楽しそうに遊んでいます。お兄ちゃん、これなんだろう。面白そうだね。僕もやりたいな。ダメだよ、人間に捕まったら殺されちゃうって母さんが言っていただろう。つまんないの。子ギツネたちは子供たちの様子をずっと見つめていました。やがて子供たちは駒回しに飽きたのか、どこかへ行ってしまいました。お兄ちゃん、誰もいなくなったよ、行ってみようよ。でも何か落ちてるよ。行ってみようか。本当に誰もいないかな。小ギツネたちは辺りをそろそろ見回しながら林の中から出てきました。これどうやって回すの。この紐で回すのかな。うまく回らないね。あ、回った。僕にもやらせて。小ギツネたちはだんだん面白くなって夢中で遊んでいました。あ、キツネがコマで遊んでる。突然子供の声がしました。人間だ、大変だ、逃げろ。小ギツネたちはそーっと林の中に逃げ込みました。木の陰からそーっと覗いてみていると、子供たちが近づいてきました。一緒に遊ぼうよ。子供たちが言いました。ニコニコ笑って優しく笑顔しています。
仲間に入れてくれるの？トリズメたちも安心して木の陰から出てきました。トリズメと子どもたちはすぐに仲良しになりました。その頃、村ではしばしば追い剥ぎやお化けが現れるという噂が広まっていました。きっと狐の仕業に違いない。人間様を騙すなんてけしからん。狐が手招きする仕草やキョロキョロする仕草が人間によく似ていたので、みんな狐のせいにされてしまいました。この村に小野浜の太郎さんという鉄砲打ちの名人がいました。森の中を通りかかったとき、大きな狐を見かけました。悪いものは俺が大事つける。中にすると足が地面につくくらいの大きな狐でした。太郎さんに撃たれた狐は小狐たちの母さんだったのです。母さん狐を亡くした小狐たちの悲しそうな声が森中に響き渡りました。それからというもの、森には狐の姿は見られなくなりました。水がなくなると稲も野菜も水が減ってしまいました。神様に呼び出しても雨が降りませんでした。これは何かの祟りだ。きっと狐を殺してしまったからそのせいだろう。神社を作ってお祭りすることにしよう。森に火の城を作りました。村の人々は毎日狐を大好きな油揚げを見てお参りにしました。それからというのはたくさんのお米が支えられるようになりました。それからこの親人が稲荷神社と呼ばれるようになり、村の氏神様として人々に大切に守られています。桜のつぼみが開きかけた春の一日、神社のお祭りが盛大に行われます。参道は2000本を超える奉納のごっち頭たち並び、境内にはいろいろな店やたくさんの人々が繰り出します。今は子供たちの遊び場やおじいちゃん、おばあちゃんたちの憩いの場になっている織成さんの昔のお話です。やたらに口を聞いたり、勝手なことをしてはならんぞ。何でも私が言う通りです。
ろと。はい、わかりました。はーい、はーい。よし、入るぞ。はい、はい。誰が出るかな。楽しみだね。怒られた。楽しみだよね。甘いもの出るかな。また怒られた。よし、着いたぞ。いいか、ちゃんと真似するんだぞ。
小僧さんたちはお嬢さんの後をついてどんどん駆けていったそうだな。おっとおっと、という話でございました。一応お世代なのでお子さんになっていただきましたが、ちょっと桜がね、どうしてもらえたらね、こう普通の焼き物屋なのでね、許してください。それでは人間っていいのをもう一回みんなも一緒にやりたいなと思います。そこ一緒におただけの母に言ってたらどうしたらいい。はい、お願いします。エレガントマルチやってね。特別な
しかしたらどこかでお会いした方がいるかなと思います。長井さんだとですね、春長井鳥さん、子育て支援センター、そこでリトミックコンサートというのをやったり、あと長井村長の6歳バンドのもっとたくさんの5、6人のプランというバンドで出させていただいたり、昔この近くにカフェゴリョンというお店があった時には、私はミュージックラボファミリアといって2人プラスの父、私の父もね、サックスをやっているので3人で定期的に演奏していました。長井さん、本当にお世話になっております。今日はここで演奏できるとても楽しみにしてまいりました。50分程度ですけれども、ジャズをぜひ楽しんでいただけたらいいなと思います。最初にお届けしました曲は、皆さん聞いたことあると思います。そうだ、キュンという声で使われています。My Favorite Songs、私のお気に入りをお届けしました。続きましてもですね、皆さんよく知っていると思います。ロー・ミヤキー・ナンミョ、きっと好きなのかな、私も大好きなんですが、関西線というのを今日は使ってお届けしたいと思います。ちょっとかっこいいアレンジにしておりますので、サックスのソロ、ぜひお楽しみにしてください。それではお届けします、ルヴァンサンサックス。
そしたらね、いきなり泥棒がね、集まってきたんですよ。何かわかります？私の血をね、根こそぎ取ってったんですよ。すごい勢いで蚊が集まってきて、3分ぐらいで1,2,3,4,5,6,7 箇所刺されました。きっとここの蚊は美味しい水があって緑があって強いのかなと思うんです。皆さん大丈夫ですか？もう涼しくなってきたから大丈夫なんで反応してください。今日は夜ということで、ちょっと夜のね、曲もたくさん用意してきたんですけれども、次の曲はちょっと昼間のね、虹がテーマになった曲をお届けしたいと思います。ディズニーの曲の中にはジャズスタンダードナンバーとして、歌われている曲たくさんあります。星に願いがあったり、いつか王子様があったり、今日はその中の一つ、オーバーザレインボー、虹の彼方でもお届けします。これはオズの魔法使いの曲なんですけれども、ちょっと逸話がございまして、オズの魔法使い、主役は田舎出身の14歳の女の子で、その子が歌うために曲を書いたのがオバザレインボーでした。ただ14歳の田舎の女の子が歌うにはちょっとこれ大人しすぎるし、洗練されてるからやめようということで、一回会議でボツになったそうです。ただしプロデューサーと作曲者が、もうこれは絶対に入れた方がいい、この曲は絶対にこの、アニメの主役の方からということで、ご了承で入れたところ、大ヒットして歌い継がれているという逸話でございます。オバザレインボー聴いてください。
トムショーパーとても好きでいただいています。まあ、ちょっとねアレンジを加えるととてもおしゃれになりますので、今日はその中からハニーマヨドをお届けしたいと思います。童謡唱歌といってもハニーマヨドもですね、ホタルの光とかも海外から入ってきた曲です。英語の詩もついています。大体は日本語訳に変わると意味が全然変わってしまうんですけれども、このハニーマヨドだけはですね、日本語の意味と元の英語の意味が同じ、やっぱり我が家が一番だという歌詞になっています。ちょっとオリジナルのアレンジのハニーマヨド聴いてください。
ちょっとポップスを交えたいと思います。私たちが大好きなグループエゴラッピーというグループがあります。このグループはですね、ちょっと面白くて、昭和歌謡、ムード音楽そのものをリスペクトしていて、新しい音楽なんですけれども、どこか懐かしい昭和の香りがする、そんな曲をたくさん作っています。その中から今日はこの雰囲気に合うかなと思って、色彩のブルースをお届けしたいと思います。お好きですか？よかった。ぜひね、なんかお酒だったら、ね、飲みながら聴いていただけたらいいなと思います。色彩のブルースです。甘くささやいた吐息。
婚して、子供が2人います。上の子が小学校3年生の女の子で、下がですね、1歳9ヶ月の女の子、結構離れてるんです。2人とも性格が全然違って、上の子は3年生なんですけれども、まあのんびり、私たちが何やるあれやらしても全く動じず動かず、自分の我が道を行くような女の子で、下の子は1歳9ヶ月なんですけども、まあ、チャキチャキしてて、開けたドアは必ず閉める、自分でやりたいって、本当に性格が全然違って面白いなと思いながら、日々子育てしつつ音楽しつつ、そんなことになって幸せだなと思いながら、キャンドル見たら、やっぱり思い出すのは子供の顔かな、美しい光景かな、そんなことを思いました。そのキャンドルのこの美しい自然と神社の壮大な雰囲気とキャンドルにぴったりな曲をお届けしたいと思います。マットマンティクルワールド、この素晴らしき世界、この曲、木の緑があって、赤いバラが咲いて、空が青かったり白い雲があったり、明るい太陽が注いだり、神聖な夜があったり、そして子供たちの笑い声が聞こえたり、泣き声が聞こえたり、彼らが育っていくのを見ることができる、なんて素晴らしい世界なんだろうと思っています。今日はそのことを噛み締めながら演奏させていただきたいと思います。ルイ・アームストロングの名曲です。待って待ってくれます。
という名前でですね、9月の5日に沼津の中央公園で行われます沼津自慢フェスタに、で演奏します。木曜日の7時から神奈川沿いのステージでですね、私と主人とあとドラムのドラムとベースと今回ピアノがありますね。私は歌だけに集中してバンド携帯でバンド携帯のプランで沼津自慢フェスタ5日の木曜日7時から演奏します。よかったらぜひ遊びに来てください。それとですね、もう一つ9月の23日にここからね結構近いんですけど、三島のフレンチレストランガワさんというフレンチレストランで、ライブがあります。私と主人ともう一人、パーカッションとピアノを弾くゆきちゃんというとても可愛い女の子と、その人は3人のプランでお届けします。ランチを食べながらのランチタイムディナーショー、ランチタイムショーとピマを食べながらのディナーショーという景色なっておりますので、もしお昼都合がいい方、または夜都合がいい方、こちらに来ていただけたらとても嬉しいなと思います。チラシ持ってますので、もし興味のある方声かけてください。またFacebook やホームページ村松ひとみで検索しますと出てきますので、ぜひお友達申請などしていただけたら嬉しいです。他にもライブ情報載っています。それでは最後の曲は皆さんよくご存知の曲をできればね一緒に最後を歌ってもらえるといいなと思います。私たちから愛を込めてラブラブラブお届けします。
ではもう一曲お付き合いいただいてもよろしいでしょうか。いろんなところで演奏させていただいてるんですけども、やっぱりこうやって出会うって素敵なことですね。なかなかこう一瞬の、ね、その場の出会いだけかもしれませんけれども、その時出会ったっていうことはやっぱりどこかで縁があったかなって私は思います。でそんなような感じで最後は皆様のつながりを表現した歌、意図をお届けしたいと思います。2つの物語。
とは幸せと呼びます。Thank you.
ソングだけ、あのお客さんの前でまだ歌ったことないんですが、うちの中でしか歌ったことがないんですが、長泉キャンドルナイトをイメージして、作らせていただきました。キャンドルナイト、もうちょっとまだ練習です。こんばんI'm not afraid to die.
きらめく
なっていうフレーズをね入れるか入れないかに迷ったんです。なんとなく夏に決定されちゃう。でもねここで歌わせていただいて夏の終わりのキャンドルね、音と光のハーモニーの光と音と音との音のね、この別のツボをいつもお送りさせてもらったので、また夏の終わりの音なきゃと思いました。それから懐かしい場所って続報のつもりでね書いたんです。左神社のつもりで書いたんですなんてねでそんなことを言いながらまたこれからずっとずっと歌わせていただきたいと思います。そしてこのね、この初めて歌う歌をお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。それでは、そろそろ最後の曲になってまいりました。最後の曲になります。聖子ちゃんが大好きなので聖子ちゃんの曲を、ね、締めさせていただきたいと思います。ありがとうございます。ルリ色の地球。今ね、一番これを見て。
ありがとうございます。さあ、どうでしょうか、今年もこの長い日にお越しいただきまして、このキャンドル台の中に。最後までこの方がいらっしゃるから、どうしたじゃないですか。でも私も楽しく参加させていただきました。遅くまで楽しかったので、ありがとうございました。ペインティングのマッチさん、じゃあこの両サイドに来ていただいてよろしいでしょうか。はい、そう、実はですね、皆様もちょっと同じように最後の締めのポーズをちょっとね、やっていただきたいと思うんですが、じゃあ皆様一回立ち上がっていただいてよろしいでしょうか。私がですね、いくぞーって言ったらですね、3、2、1、手をですね、こちら、グーの拳を使ってですね、足は肩幅に開きます。いいですか。そして、行くぞ行くぞって言ったらみんながおーって言ってですね、スリー、グー、ワンって行きますよ。キャンドル、キャンドルって言うひと昔前の小川直也その足腰に当たってそれを発する、キャンドル、キャンドル。皆様も恥ずかしがらないように足を肩幅に開いて、いいですか、手をグーです、手をグーです。いいですか、はい、ちょっと一回練習しましょうかね。いくぞー、おー、スリー、ツー、ワン、キャンドル、キャンドル。腰をね、してやすさあ、それでは本番最後の締めとしてね、また来年につなげるような最後の締め、皆様、お客様、そしてスタッフの方もまずは足を肩幅に開いてください。大きな声で恥ずかしがらずに参りたいと思います。あ、みどりさんもじゃあ隣でやっちゃいましょう。みどりさんも一緒に私の隣で、ね、いいですか、足を肩幅に開いていくぞ、おー、スリー、ツー、ワン、キャンドル、キャンドルでいきますよ。さあ、ではいきますよ、いくぞー、スリー、ツー、ワン、キャンドル、キャンドル。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。本当に、ご来場ありがとうございました。よかったらまた、ソーセージ半額100